皆様こんにちは、木戸優衣です。今回、僕は初めて朗読劇をさせていただくんですけども、この春の目覚めという作品はですね、100年以上も前に書かれた作品でして、僕自身もなかなかそういう作品に、こう携わるっていうことがないので、皆さんこう僕たち、僕のようにあの若い世代のお客様方もなかなか100年前の作品にこう触れるっていう機会がないと思うので、ぜひこの機会に、朗読劇で春の目覚めという作品に触れていただいて、また新たなことを、学び、感じていただければ嬉しいなと思います。